来るんですか？急に来るなんて失礼ですよ。厄介払いしたいんちゃいますか？面倒くさい時には安物の時計でも当てがって黙らせといたらいいってことじゃないんですか？トワコ、いつもこうやって私の後コソコソつけてるんか？トワコのことが心配なん。何回も聞いた。男なんやったら男らしいとこ見せてみ。ごめんごめんや。最近妻とうまくいってないんだ。こうなることは運命なんだよ。カヨと結婚することになったんだ。カヨって誰？今さら言い訳はしない。全員最低。でもこれは紛れもない愛の物語。彼女がその名を知らない鳥たち。トワコトワコトワコ